こんにちは。大阪にあるリウハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は変形性膝関節症を自分で治す方法ですねについてお伝えの方をしていきます。変形性膝関節症って言えば、ほっとけばほっとくほどどんどん進行するんですね。で、その進行してしまった軟骨をどうこうするっていうのはさすがに難しいんですけども、変形性膝関節症による膝の痛みであったりとか変形の進行ですね、これは自分自身で防ぐことって実はできるんですね。なんで今日はその自分で防ぐ方法ですねっていうのをぜひ知っていただいて、それを早速実践して膝の変形であったりとか痛みとかを自分で解消していただければなと思います。ではどうやったら自分で治せるようになるのか、具体的に3つのポイントがあります。でまず1つずつちょっと解説の方をしていくんですけども、まず1つ目ですね。1つ目が太ももの内側は使う、外側は緩めるですね。で、これはどういうことかというと、変形性膝関節症になる人っていうのは本当共通点があって、内側、太ももの内側の筋肉っていうのは全く使わなくなる。で、太ももの外側ですね、外側の筋肉っていうのを過剰に使うようになるんですね。だから内と外のバランスっていうのが非常に悪くなります。なんでこれを反対にするっていうのが大事なんですね。その反対っていうのが最初にお伝えしたように内側ですね、使わなくなって弱ってしまってる内側っていうのを使っていく。で、外側を使いすぎて張ってしまってる筋肉っていうのを緩めていくですね。まずこうやって内の筋肉を使う、外側を緩めるっていうふうにしてバランスを取るってことが大事になってきます。これがまず一つ目のポイントですね。次二つ目のポイントですねは何かというと、股関節とか膝とかの関節ですねっていうのを曲げ伸ばしですねの量っていうのを増やしていくですね。で、変形性膝関節症が悪化している人の共通点として、関節ですね、膝とか股関節、あと足首の関節とか、そういった部分っていうのを全く動かさなくなるんですね。そこが動かさなくて硬くなると余計に膝に負担がかかりやすくなるんですね。それによって膝の痛みであったりとか膝の変形っていうのが早く進んでしまうんですね。なのでこの関節を動かすですねってことをしっかりやっていく、これが2つ目のポイントになります。で、最後3つ目のポイントですね。これは何かというと、内くるぶしの下にある土踏まずの部分ですね、ここをしっかり使って歩くようにしていくですね。で、これも変形性膝関節症の人っていうのは共通して足の裏の外側を過剰に使う傾向が強いんですね。で、それを知ってしまうと、実は歩いてても地面の衝撃っていうのをもろ膝に受けてしまうんですね。で、それを防ぐために大事なのが土踏まずのところですね。その土踏まずのところを使うことによって実はクッションになるんですね。地面からの衝撃を吸収してくれるので膝にかかる負担っていうのが減るんですね。だからそういったくるぶしの下のそういう土踏まずを使うような歩き方を覚えていく、これが3つ目のポイントとして非常に重要になってきます。なのでこの3つのポイントですねっていうのを1つずつ解説していきます。1個目の内側を使うやり方と外側を緩める方法ですね。次、膝の股関節の曲げ伸ばしですねのやり方で、最後土踏まずを使った歩き方ですねっていうのを実際実践して具体的にお伝えの方をしていきます。はい、では今からこちらのベッドの上で、ポイントの1つ目の膝の太ももの外側ですねを緩める方法と太ももの内側を使う方法についてお伝えの方をしていきます。で、まず太ももの外側を緩めるですね。ここでポイントがあって、外側だけを緩める方法だけでもいいんですけども、実は太ももの外側っていうのはお尻の筋肉とすごい関係してるんですね。なんでお尻の筋肉をしっかり緩めてあげることによって太ももの外側っていうのは緩みやすくなります。なので太ももの外側の緩める方法プラスしてお尻の筋肉を緩める方法ですねっていうのを具体的にお伝えの方をしてきます。で、その後に太ももの内側の筋肉ですね、ここっていうのはやっぱ使わなくなって弱ってきてしまうので、そこの筋肉を使う方法っていうのを今からこちらのベッドの上で実際に実践の方をしてきます。はい、でまずお尻の筋肉を緩める方法なんですけども、お尻の筋肉を緩めるストレッチとかがあるんですけども、そのストレッチって結構膝の変形とか、あと膝の痛みとかある方っていうのは無理にストレッチやると痛みが悪化したりとか、そのポーズ自身が結構できなかったりするんですね。なんで今日はその
簡単にお尻の筋肉を緩める方法ですね。特にストレッチなどをせずでも緩める方法というのをお伝えの方をしていきます。それは何をしてほしいのかというと、こちらのこういったテニスボールであったりとか、あとちょっと固めのボールですねを少し用意してほしいです。だから野球ボールとかでも大丈夫です。こちらをこのお尻の後ろに出っ張った骨が左右にあります。で触ってもらうとポコッと出てるところがありますので、ちょっと探してみてほしいです。でその後ろの出っ張った骨の外側ですね、骨の際の部分にこのテニスボールを当てます。でこの当てた状態で両膝を曲げる、曲げていただいて、でこの曲げたままでこの両膝つけた状態にして、例えば左のお尻を緩める場合は左側にゆっくりと倒していきます。で結構これ変形性膝関節症とか膝の痛みある方っていうのは、このお尻の先ほどの骨の出っ張ったところの横側っていうのが痛く感じやすいです。なんで痛気持ちよく感じるところで止めるようにしてください。これ無理にガッとやると痛みが悪化してしまうケースがありますので、痛気持ちいいところで止める、そのまま10秒間静止するようにしてください。でこれで10秒経って緩めたら戻すですね。でこれ繰り返しやるとちょっとお尻のとこが痛いので、次は反対のですね、反対の後ろの出っ張った骨の横にテニスボールを当てる。でこの状態で先ほどと同じ要領でゆっくりと右側に倒してきます。で痛気持ちよく感じるところで止める、止めたまま10秒間静止ですね。で10秒経ったらゆっくり戻す。これを左右ですね、左右2セット行うようにしてください。これがまずお尻の筋肉ですね、手の緩める方法になります。はい、では次に太ももの外側ですね、外側の筋肉を緩める方法についてお伝えの方をしていきます。でこれを具体的にどうやるかというと、まず膝の痛みとか変形のひどい方ですねっていうのは、ストレッチをやると逆に痛みが悪化するケースがありまして、それすらできない方がいてます。なので最初は足を肩幅以上にちょっと広げていただいて、この状態でこの膝をゆっくり内側に倒していきます。で人によって痛みの古い方っていうのはあんまり内に入らないと思います。ただ行ける範囲で内に入れていただいて、するとこの外側が伸びてきます。この外側が伸びるところで止めて10秒間静止ですね。で10秒経ったら次反対です。でこれまれにこれをやることによって痛みが悪化してしまう方も言ってます。なのでやってて痛みが出てくる方っていうのはちょっと中止して秒数を短くするであったりとか、先ほどのお尻の緩める方法だけ実践するようにしてください。 できる方はこれを止めて10秒間ですね、これを2セットから3セットですね行うようにしてください。でこれでも痛みが出ないって方は、次にしっかり伸ばすストレッチのやり方っていうのをやってほしいです。では具体的にどうやるかというと、先ほどと同じようにまず膝を内側にこう入れていきます。でこの状態でこの伸ばす側の膝の外側に反対の足を乗せます。乗せた状態でさらにぐーっと内側に倒してきます。でこの時に肩ですね、伸ばしてる側の肩っていうのが浮きやすくなりますので、なるべく手を横にしていただいてですね、手を横にしていただいて横に倒していくんです。こうすることによって外側っていうのをさらにしっかりと伸ばすことができます。この状態で10秒間止めるようにしてください。ただこれもこうすることによって内側の痛みが出たりとか、ちょっと痛みが悪化するケースがあります。なので痛いと感じたら中止して先ほどのストレッチに戻すか、お尻の筋肉の緩める方法ですねだけを実践するようにしてください。これがまず外側を緩める方法になります。では次に内側の筋肉を鍛える方法ですねについてお伝えの方をしていきます。で太ももの筋肉を使う方法でやっぱり有名なのは、こうやって指先を手前に引いて足を上げるですね。これが元メジャーのやり方なんですけども、実はこれでやると痛みっていうのが悪化しやすいです。なぜかというと太ももの前とか外寄りの筋肉っていうのを結構使いやすくなってしまいますので、逆に緊張が増して痛みが悪化したりするんですね。なのでこれやって痛みが出る方っていうのは絶対に
この太ももの運動というのは中止した方がいいです。ただ外側を緩めて内側の筋肉を使った方がバランスを取りやすくなりますので、今からその正しいやり方ですねっていうのをお伝えしますので、そのやり方で絶対するようにしてほしいです。じゃあどうやるかというと、指先を手前に引くのは一緒です。でこの状態から指先を内側にぐーっとひねってほしいです。でこの内側にひねった状態で足をかかと10センチぐらい上げます。こうすることによって太ももの内側の筋肉っていうのをしっかり使うことができます。このまま5秒から10秒止めるようにしてください。で最初は5秒ですね、5秒から始めてほしいです。なぜかというとやりすぎると悪化するケースがあるからです。それで痛みが増さないなら10秒に増やすとかですね。でそれを2セットから3セットですね、行うようにしてください。なので最初は5秒を3セットで、できたら10秒を3セットに増やして太ももの内側の筋肉ですねっていうのを使うようにしてください。はい、では次に2つ目のポイントである股関節と膝の関節運動ですねについてお伝えの方していきます。で関節運動は立ちながら歩くとかっていうのをまずやるのではなくて、もうこういったベッドの上で寝た状態ですね、寝た状態で今重力とかがかからない状態でやるようにしてほしいです。なぜかというと関節の運動っていうのは前の筋肉を使いながらやるっていうのは良くないんですね。だから立ってやると筋肉が働きながら関節運動をするのでしっかりと動かないんですね。だこういった寝た状態で関節の運動っていうのを行うようにしてください。では具体的にどうやるのかというと、まず膝ですね、膝の関節を片方ずつ動かしていきます。で動かさない膝っていうのはこうやって曲げて立てておいてください。で、まあ、こちらの方からやるんですけども、実際にどうやるのかというと、実はすごいシンプルで、この曲げた状態ですね、曲げた状態でまず足をかかとはついたままゆっくり膝を伸ばしていきます。で伸ばしたところで指先を手前にちょっと引きます。でこれで膝の裏を伸びる範囲でいいので伸ばします。で伸びたら次に曲げていく。でこれもかかとがついたまま、ベッドについたままで、かかとがお尻になるべく近づく範囲ですね。これ無理にやるとちょっと痛みが出ると思いますので、太ももが軽く伸びる範囲のところまでかかとをお尻に近づけるようにしてください。でこれでもう一回伸ばす、で曲げるですね。これを10往復ほど繰り返すようにしてください。で左ができたら次右ですね、右も同じ要領でぐっと膝裏を伸ばす、伸びたら戻してかかとをお尻に近づけるですね。でこれも無理にやると膝の痛みがちょっと出てしまいますので、痛くない範囲で曲げ伸ばしですね、手の繰り返すようにしてください。でこうするとまず筋肉の緊張が取れやすくなります。でもし緊張が取れてきて曲げ伸ばしがスムーズにできだしたら、次は早くですね、早く曲げ伸ばしをしてほしいです。なぜかというと、ゆっくりやるとまだ言うても筋肉が少し働いてしまうからですね。なんでこうやって早くすることによって、さらに太もも周りとかの緊張が取れて関節がスムーズに動きやすくなります。これを早いペースで10回ほどですね、ゆっくり曲げ伸ばしっていうのがスムーズにできるようになったら、こうやって早く動かして曲げ伸ばしをするっていうのも行うようにしてください。でこれがまず膝の曲げ伸ばしですね。で次はこの股関節の運動です。で股関節の運動はもうこの寝ながら股関節を曲げて下ろして、曲げて下ろしてです。これも最初はゆっくりとですね、行うようにしてください。ゆっくりと20回ほどですね。でこれでゆっくりできてきた、次はちょっと早めにやるですね。これも早くやることによって股関節周りの関節っていうのがさらにスムーズに動きやすくなります。だから最初はゆっくりで、慣れてきたら早くですね。こうやって股関節ですね、とあと膝の関節っていうのを動かすようにしてください。これが2つ目のポイントです。では最後3つ目のポイントですね。それが内くるぶしの下の土踏まずのところで歩く練習ですね。それどうやるのかというと、変形の膝の人とか膝の痛みがある方っていうのは、
小指側にこう体重をかけて歩いているケースが多いんですね。小指側に体重をかけて横にこう揺れながら歩いている、まあ、そのせいで外が過剰に張ったりするんですね。じゃあこうやって歩いてしまうと、いくら先ほどみたいに外緩めて内側を使うで関節の運動をしても結局またこうやって固めてしまうんですね。だからこうやって歩くのではなくて、内くるぶしの下の部分ですね、下の部分の土踏まずのところ、ここでこうやってその場で歩く練習です。でポイントとしてはつま先からこう入るとかではなくて、内くるぶしのところに体重を乗せて足を踏むですね。でまた土踏まずのところで踏む、土踏まず土踏まず土踏まずですね、手のを意識して歩くようにしてください。これがちゃんと歩けてないとこういうふうに横に揺れます。小指側にかけると体重が横に揺れますので、そうではなくて内くるぶし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 ですね。というので内くるぶしの下の部分ですね、土踏まずのところをしっかり使います。それを使うことによって内側のアーチの部分ですねを使えるので、クッション作用というのができるんですね。そのおかげで膝にかかる負担というのを減らすことができます。それプラスしっかりと関節を使いますし、外が張らなくなります。その結果膝の変形とか膝の痛みっていうのの進行を防ぐことができます。これが最後3つ目のポイントですね。その場で土踏まずを意識して歩く練習をするんです。では3つのポイントについては以上になるんですけども、最後にちょっと注意してほしいポイントがあります。まず1つ目が、やってて痛みが悪化する場合っていうのは絶対に中止してください。それはやり方が間違っている可能性がありますので、そういったケースはあんまり自己流で判断せずに、そして専門医の先生とかを受診して見てもらうようにしてください。で次2つ目が、継続して行うということです。これを1回したからどうこうっていうのは正直難しいです。なぜかというと、そういった日常が積もり積もって出てるので、それを継続して変えていくという形になります。だから1日とかで終わるのではなくて、やっぱ1ヶ月2ヶ月ですね、今日お伝えしたことでも継続して行うようにしてください。でそれをしっかりしてれば膝にかかる負担っていうのを減らすことができます。減らすことによって膝の痛みだけではなくて変形の進行ですね、進行を防ぐことができますので、ぜひ今日の内容を参考にして実践して自分の膝を自分で守っていただければなと思います。ではこの動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。